乱世を打ち払わん。敵の石膏の間隔が短い。直に本体の行為が始まりますね。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこの長雨、敵はきっとこれを使ってくると思う。大丈夫、勝てる。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩む。こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました、父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき仁の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。ああ、よかった。間に合ったようですね。上将か。なぜこの繁盛へ参った。無論、策のためです。この窮地を打ち破るために。皆、奮戦せよ。天下のため、慶州を制するのだ。繁盛の地で、そしてこの雨、火は必ず水を使って攻めてきます。まずは水系の準備を阻止しましょう。北の砦を制圧してください。敵の要所をぶっ潰す。知略でするものぞ。見知るがよい。これは愛想です。手を貸してくださいませんか。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありません。なれ、天空の矢。
でが崖の上に登れます。水門に向かいましょう。なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。間に合わぬか。ここまで早く水平に気づかれるとは。あれ、サクってこれでいいのかな。こしゃくなサクは関係ない。抑えられましたか。これで一安心でしょう。水形がなっていれば我らは壊滅していた。感謝するぞ、ジョショ殿。よし、次は守りを固めましょう。誕生前の敵を撃破してください。エンネ、フォートードの率いる援軍が到着しました。なれ、いや、半中から繁盛は遠かったね。さて、どっから一仕事だよ。そうそうの手下どもよ。なれ、天空の槍、馬撃の槍で貴様らを貫く。ここが正念場ってやつだね。頑張って敵を倒すよ。範疇から援軍が来るとは、本当の心強い限りよ。いつもながらお見事な武勇。さて、出番はあります。もっと味わうがいい。公平隊、土砲を配置してくれ。これで城の守りは大丈夫だ。敵艦は繁盛に火が攻める。よし、俺たちは様子を見つつ前進だ。見るとよ。発展報告、5軍がこの地に現れました。繁盛に向かって進軍してきます。なんと孫悟空、聞こえんのか。ヨシク殿こそ目を覚まされよ。かつて周遊殿が描いた天下二分、お忘れか。諸君の命などいかほどのものか。孫悟のためならば俺は心も義も捨てる。若身を救わんとする。我が我と手を重ねばなるまい。助けを求める者の支えとなるのだ。報告、コーキートンが戦場に出現。五軍を食い止めています。ありがとう。これも果実、兄者が人徳を示したゆえか。行くぞ、
劉備の軍の力になるんだ。わい、おにおじん、かわいい敵を示す。城主様を助けてくれた。ここで返しまして、ならば俺も相手をせねばなるまいだ。あれ、サクってこれでいいのかな。我が手が怖えな。答えるな。まだ傷は浅いぞ。援軍本彩とす。共に敵を打ち払おうぞ。お前さんは職にとって大事な人だからね。さあ、気合を入れていくよ。よーし、我らはここにとどまろう。劉備の仲間に天のご加護があらぬこと。さすが見事な腕前だ。さて、俺はこの辺で。引き上げ。受けさせてもらおう。伝令、魏の増援が到来。花崗団の軍です。カンカン、水攻めはまだなっておらぬか。ならば俺がやらねばならぬ。また水門を狙って。手が回る方は水門の防備に頼みます。父上の戦、まさに軍神です。父上は私の誇りです。なれ、天空の矢。あれ、策ってこれでいいのかな。これとしたことが敵に翻弄される羽目になるとはな。貴様は猛毒の道の妨げとなる。ようここで俺が引導を渡してくれる。おい、あなたも拙者は倒れるわけにはいかぬ。入れ、なれ、加工軍。これ以上は好き勝手させん。自分が止めてみせん。私も父上みたいに強くなるから、今日からさらなる筋力強化に努めます。やる。なれ、天空の矢。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。あれ、要所ってそこであった。自信ないけど、とりあえず出発。望むとは容赦せぬぞ。父上は私の誇
誇りです。よくぞ敵を退けた。勝ちどきをあげよ。この慶州に我らが義は届いた。これでいよいよ曹操との決戦も目前か。だが呉がこの先どう動くか、局面は複雑さを増した。それでも私たちならどんな困難も乗り越えられます。勝ち続けましょう、みんなで父上と共に。ああコウメ、シゲ、俺たちの策はなったよ。これで兵力は均衡を失い、見事の戦いはより熾烈に。いや、今はただこの勝利を祝おう。益州へと続く空よ、この勝ち時劉備殿へと届けてくれ。